久々にシャバの肉がつかめる。どうかな。ゴン、あいつは頭の勝負なんかしないぜ。バラすことしか考えられないやつだからな。大丈夫で、勝負の方法は。勝負？ゴン、大丈夫だって。勘違いするな。これから行われるのは一方的な惨殺さ。俺には試験も恩赦も興味がない。この手で肉をつかみたい。それだけだ。お前はただ泣き叫んでいればいい。うん。じゃあ死んだ方が負けでいいね。やめるんだ、キルア。キルア。お前が。よ。さて、3勝2敗。これでここはもうパスだろ？ああ、お前たちの勝ちだ。ここを通り過ぎると小さな部屋がある。そこで負けた分の50時間を過ごしてもらおう。そう。ところでおっさん、何もしてないから物足りないだろ？俺と遊ばない？いや、やめておく。